山川。そう、上に見えるのが東京都で、手前に見えるのが神奈川県よ。私たちの住んでいる狛江はどの辺かしら。上の方が狛江よ。ほら、小田急線の鉄橋が見えてきたでしょう。それからね、左の方にちょっと見えてきたのが多摩水道橋よ。ほらね。多摩川の流れに沿った狛江市、副都心新宿との距離約14キロメートル、面積 6.15 平方キロメートルの町の中に約7万人の人々が生活を営んでいるのです。数千年の昔、この狛江には海が入り込んでいました。狛江という地名は、狛の人々が住んでいたところという意味から付けられたとも言われています。その頃の生活を物語る数々の土器、そして古墳、かつて狛江百塚と言われたたくさんの古墳も今では十数箇所にしか残っていません。やがて万葉の時代、多摩川に織物を晒す人々の姿が歌に詠まれました。江戸時代の狛江、この頃の狛江では新田開発が盛んに行われ、主に穀物などが作られていました。狛江の都市化への歩みは昭和2年の小田急線開通がきっかけとなります。狛江は首都東京の格好の住宅地として発展し始め、昭和27年には村から町へ、さらに昭和45年には町から市になって発展を続け、今日に至ったのです。狛江駅の南口広場ね。そう、お父さんもこのバスで駅まで行って電車に乗るのよ。狛江の町っていうのは、お父さんのように昼間は都心に勤めに出て行って、夜や休みの日だけこの町にいるっていう人が多いのよ。つまり東京のベッドタウンというわけね。そう。でもほら、電車から降りる人もたくさんいるでしょう。狛江の町に働きに来る人たちね。泉本町の一帯は市内でも比較的工場の多いところです。中小規模の電気機械器具や精密工業の工場が多いのも狛江市の特徴の一つと言えるでしょう。また昔からの近郊農村としての伝統を守って農業に携わる人々もいます。しかし最近では農業といっても園芸などが中心になっています。朝の商店街、そして住宅街、住宅都市狛江も市となってから早くも10年、その間豊かな市民生活を目指してさまざまな環境整備が進められてきました。その一つ、市民の生活に欠かせない水、水道事業は昭和38年から始められ、10年の年月をかけて
市内全域に給水できるようになりました。水道のない頃はどうだったの？その頃は井戸水を汲み上げていたらしいわ。お母さんたちが越してきた頃には水道だったけどね。今の水道の水はどうしているの？今は利根川や相模川から送られてるのよ。ねえ、水道といったら何か思い出さない？なんだっけ。ほら、使われた水はどこに行くと思う？あ、下水道。家の中がとっても衛生的になったわね。そう、家の周りから蚊や蠅が少なくなったでしょ。昭和44年から10年の年月をかけた公共下水道の整備、市内全域に 100% 下水道を張り巡らすという大工事によって、各家庭や事業所の下水処理が可能になり、さらに大雨による災害も防ぐことができるようになったのです。このことによって市内の道路もさらにきれいに整備されたのです。快適な生活環境を作るには、ゴミの処理も大切な問題の一つです。現在、狛江市では、燃えるゴミと燃えないゴミ、そして粗大ゴミなどに分けて集める分別収集が行われ、この多摩川衛生組合などで処理されています。そのゴミの量、1年間で1万8000トン、処理費が4億1000万円もかかります。再利用するための資源の回収。ゴミを燃やした後の灰の埋め立て。ゴミの処理については、これから解決しなければならない問題も少なくありません。今日は防災訓練の日。東京都の防災本部から地震予知の情報が無線で送られてきました。この情報は直ちに市内各所の連絡拠点に送られ、市民一人一人に伝えられます。こちらは防災狛江、こちらは防災狛江、ただいまより避難訓練を実施いたします。狛江市災害対策本部長より避難命令が発令されましたので、直ちに避難を開始してください。こちらは防災狛江、ただいまより避難訓練を実施いたします。狛江市災害対策本部長より避難命令が発令されましたので、直ちに避難を開始してください。防災無線による正確な情報の確保、それは災害時に起こりがちな誤った情報による混乱を防ぎ、人々をスムーズに安全な場所に導くためにも必要なことの一つです。今、東海地震の危機が叫ばれ、関東地方でもいつ地震が起きるかわからないと言われています。そうなっては欲しくないことですが、しかし万一に備えて防災体制を固め、さらに市民一人一人がこのような訓練を積み重ねていくことによって、被害を最小限に抑えることができるのではないでしょうか。あら、こんなところに植木鉢が並んでいるわ。こうして見ると私たちの町って昔に比べると緑が少なくなってきたようね。この間まで私たちが遊んでいた林も
つい最近家が建ってしまったのよ。そう、緑がないって寂しいわね。ほら、みんなうちの周りで緑を育ててるでしょ。花や木を植えておくってとっても気持ちが落ち着くのね。ツツジの花ね。ね、狛江にはなぜツツジが多いのかあなた知ってる？知らない。どうして？町の人たちのみんなの意見でツツジを市の花と決めたからなのよ。だからこんなにたくさんあるのね。人々の快適な生活に欠かすことのできない自然の潤いと安らぎ、市では各所に公園や緑地帯を作り、木や花でいっぱいにして緑を増やすことに努めています。四季折々に緑は装いを変えて優しく人々の心を和ませてくれます。しかし緑のもたらす恩恵はそれだけではありません。緑は町の空気をきれいにするとともに、災害が広がるのを防ぐという大切な役割も持っているのです。昔から大切に守り育てられてきた深い木立、市民の心のふるさととも言える多摩川の自然。この前お父さんと釣りに行ったでしょう。うん、とっても大きな船が釣れたわ。そう、あなたが生まれる頃だったかな。この多摩川も汚れてね、魚も住めない川なんて言われたことがあったのよ。本当？でもね、大切な自然を守ろうって町の人たちがいろいろ努力して、今ではこうして魚も戻り野鳥も帰ってきたのよ。そう、多摩川の自然を守るためにいろいろな人が努力してるのね。豊かな自然をいつまでも私たちの周りに残しておきたい、それが狛江に生きる市民一人一人の願いなのです。夏の夕べに行われる灯籠流し。灯籠を積むとき、そばに行って見ていたの。そしたら小さな女の子がおばあちゃんって書いた灯籠を持ってきたのよ。そう、きっとおばあちゃんが大好きだったのね。それに犬の絵もあったわ。とても可愛がっていた犬なのね。やがて灯籠流しが終わる頃、打ち上げ花火も仕掛け花火もとても綺麗ね。見に来る人たちも毎年多くなるようね。ほら、狛江が市になって10年という記念の花火よ。市民の生活に潤いをもたらす夏の風物詩です。わあ、痛そう。子供たちの予防接種ね。あなただって泣いたのよ。覚えてないわ私。でもこのおかげでこうして元気に育ったんだから。そうね、今では私たちみんなの健康がいろいろな方法で守られてるのよ。一生懸命歩いてる。どこへ行くのかな。保育園ね。私も保育園に行ったのよね。そうよ、あの頃はお母さんも働いてたから本当に助かったわ。幼い子供たちの健やかな成長のために設けられている保育園。
今では市内8カ所の保育園で大勢の幼児を預かっています。また学校へ通う子どもたちをはじめ、みんなのために交通の安全を確保することも大切なことです。近頃では学校の施設も充実してきました。語学教育のための LL 教室、生徒の理解度を判断しながら授業を進めるためのアナライザー、こうして今教育の現場ではゆとりある教育が進められています。子どもたちの生活は学校だけではありません。明日の狛江を担う子どもたちの心豊かな成長を願って、児童館も開放されています。大きな子も小さな子もみんなが一緒になって遊ぶグループ、こうした遊びの中から成長期の子どもに必要な仲間づくりも生まれていくのです。家庭における主婦の立場も時代とともに少しずつ変わってきたようです。新しい主婦の姿を求めて、この市民センターではさまざまな勉強会が開かれています。今日は料理講習会、専門の講師の指導を受けての実習です。一方、こちらは青年学級。今日は青年学級のいろいろなサークルの代表者が集まって、レクレーションの計画が練られています。熱心に語り合う職場も学校も違う青年たち。地域に根ざした新しいコミュニケーションが芽生えていくのも、このような話し合いの中からなのです。市民センターにある図書館、こうした市民のための施設は市内数カ所にある地域センターにも設けられ、大勢の人々に利用されています。最近では市民のグループ活動も横のつながりを持つようになってきました。テニスだけでなく、バレーボールや野球などにも世代を超えた市民同士の交流が見られます。さっき市の花がツツジだって言ったでしょ。ええ。それじゃあ市の木は何だか知ってる？そう、イチョウ。ほら、これが市の木よ。あ、ほら、緑号が走ってくるわ。緑号って福祉会館の？そう、お年寄りや体の不自由な人たちを福祉会館に送り迎えしてるのよ。この福祉会館知ってるわ。中に図書館やホールもあるのよ。すべての市民の幸せを願って設けられている福祉会館、その中にある大広間で楽しく一日を過ごすお年寄りたちです。時々やってきて元気な仲間の顔を見るのが何よりの楽しみというお年寄りたち。しかし市内には家で寝たきりのお年寄りも少なくありません。
そうしたお年寄りには入浴サービスなどが行われています。そして同じ福祉会館の一室では、体の不自由な人たちが障害を克服するための訓練を受けています。長い訓練の甲斐があって、しっかりと数字を覚えた少女。周囲の人たちの温かい励ましが彼女の心を支えていくことになるのです。天高く飛べ走れ、待望の市民運動会のお知らせです。別の一室ではボランティアのメンバーが頑張っています。お年寄りも新商社もさあ、目の不自由な人たちに市のお知らせを声にしてお届けしようというのです。市教育委員会講演による市民運動会を10月12日、こうした目立たない地道な活動は、すべての人々の心豊かな生活を目指して着実に歩みを進めています。雨天の場合は19日の同時刻になります。ふるってご参加ください。温暖な気候と美しい海岸に恵まれた伊豆城ヶ崎海岸、ここに市民の別荘狛江荘があります。この間私たちも行ったわね。そうね、この狛江荘は市役所に行けば簡単に申し込みができるし、それにとっても安く泊まれるのよ。ホテルみたいだったわね。受付もロビーも。そうね、それに静かだったわね。あ、吊橋、ここには20分ぐらい歩いて行ったのよね。そうだったわね。ハイキングコースも歩いたし、いい運動になったわ。あ、一匹子だ。ここには車で行ったのよね。そう、2、30分だったかしら。紅葉が綺麗だったわね。あら、狛江荘のお風呂よ。広くてとても気持ちが良かったわね。ほら見て、食堂。お食事も美味しかったわね。あ、そうそう、それにここではいろんな人たちとお友達になったわね。うん、また行こうってお父さんに頼んでみようよ。都会での忙しい生活から解放される狛江荘でのひととき、ふと知り合った市民同士がいつの間にか心を通わせる、こうしたことから新しい人と人とのつながりも生まれていくようです。あら、お祭りのお囃子が聞こえてきたわ。狛江には昔から伝えられてきた歌や踊りがたくさんあるのよ。お囃子の響きの中には、人間の喜びや悲しみとともに時代を超えた連帯への祈りが込められているようです。こうして狛江に伝えられてきたお囃子や数々の行事は、お年寄りから若者へ、そしてさらに次の世代へと伝えられていくのです。わあ、市民祭りのパレードだ。ねえねえ、私映っていないかしら。あなたも小敵隊に出たんだったわね。こうしてみるととても賑やかね。行進しているときには演奏に夢中で気がつかなかったわ。
もお父さんとお祭りに行ったんだけど、お祭りっていうのはいつ行っても心がワクワクしてくるものね。狛江の町は古くから住んでいる人とともに、よそから移り住んだ人がたくさんいます。そこではともすると狛江市民としてのまとまりが薄らぐこともありました。そこで市民同士の心の触れ合いを高めようと、数年前から狛江市民祭りが始まりました。市民の手による市民のお祭りは、年々市民の積極的な参加により、今では狛江の大きな行事の一つになりました。人と人との心の触れ合い、その高まりが新しいふるさと作りにつながってきたとも言えるでしょう。市政10年目を迎え、市役所も新しく生まれ変わりました。市民生活に必要なほとんどの手続きが2階のフロアでできるようになった新庁舎。そして市民の代表が集まっていろいろな問題を審議する市議会。議場では今、市長の所信表明が始まるところです。私は狛江市の基本構想に定められた町づくりの基本原則でございます。市民生活を支えるための環境が整備され、コミュニティづくりも着実に進められています。しかし、本当に暮らしやすい豊かな街づくりを進めていくのはこれからなのです。そしてそのための課題も少なくありません。当面する問題の一つ、交通体系の整備。東京都では本調査を実施することとなり、立体化実現に向けて大きく道が開かれたと思います。狛江駅周辺の整備につきましては、そして市民生活の向上と安定のための商業の振興、さまざまな問題を一つ一つ解決していくところに、より良い生活環境が生まれてくるのです。事業指導等の検討を行い、事業計画のモデル作りをいたしたいと考えております。水と緑の住宅都市、この言葉の中には人間と自然との調和はもちろん、福祉や教育、文化、そして産業をも含む豊かな町への期待が込められているのです。お父さんと二人で狛江に移り住んでもう何年になるかしら。この土地での生活にももうしっかりと根が張った感じね。私にとってはこの狛江がふるさとよ。そうね、あなたが生まれて育った町ですもの。だからよ、だからこそ私たちの手で本当に狛江に住んでいてよかったと思える町にしたいわね。そうね、私もふるさとのために頑張らなくっちゃ。